もちろん聖書の中に書かれていますけれど、一歩一歩先、一週間、いやこの日、この時を導いてくださる神様に信頼してついていきます。そう、せっかちになりやすい私たち、心配したりくよくよしたりイライラしやすく私たちかもしれません。しかし神様が、大丈夫だよ、私が一緒にいるよ、私を信頼しなさい、そう言ってくださいます。主よ、あなたにお任せして今週もスタートいたします。主よ、あなたに信頼し、またあなたにお祈りいたします。イエスキリストの皆で感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。権力におらずこの賛美をしております。権力におらず、Thank you.
小さいお方ではない。神様自身は何でもできる。聖書が書いていない、書いてある通りにしないことが、ことこそ神様にとって不可能です。神様の大きさは計り知れません。私たちはもう一度悔い改めて、ありのままの神様を信じることができるように、そして神様に期待して信頼することができるように、しばらく私たちの思いが変えられるように、悔い改めとは思いを変えていいんですから、主は私たちの思いがあなたをありのまま信じることができるようにと、しばらく祈りたいと思います。ハレルヤ天の父様、主は私たちのこの日曜日の朝、週間の始め、主に立ち返って主を信じて、できないことがない神様を信じてスタートさせてくださいますように。主イエス様、
神様を制限してしまうのは私たちの思いであるということを思います。主よどうぞ、私たちの思いはただあなたを信頼し、ありのままにあなたを信じて祈り、あなたと共に歩んでいきますように、どうぞお一人お一人に主をもう一度信仰の霊を与えてください。喜んであなたを礼拝する、喜んであなたに仕える主よ、そのような思いをもう一度お与えください。イエス・キリストの名で感謝いたします。
今受け取ります
イザヤ書にこう書いてあります。あなた方が静まって主の前に心静めるなら勝利を得る。勝利の秘訣は静まることだ。私たちの肉の思いを停止させて、停止した時に主の声を聞くことができます。私たちもう一度主の前に心の思いを持っていき、主の思いが私の思いとしてこなされていただくことができるように、しばらく祈り、そして主の前に近づいていきたいと思います。その前に立ち上がって一心経を賛美したい。天地の天地の作り主神を信じています。一人の悲しいエス・キリスト信じています。天地の作り主神を
じゃあ、文語の方ですね。じゃあ、今日は口語の方で、2番、4番でいきたいと思います。はい。私は天地の造り主、全能の主なる神を信じます。私はその一人の私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、ホトネ・マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのことで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、3日目に死者のうちから復活し、天に昇って、全能の死なる神の右に出しておられます。そこから来て、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。4番、現代訳で主の祈り。天のお父さん、あなたの名を礼賛します。あなたの世界が来ますように、天国がそうであるように、地上においても、あなたの思いが果たされますように、私たちに今日の食料を与えてください。過ちある人を私たちが許すように、私たちの過ちを許してください。私たちを誘惑に陥らせず、悪事から救い出してください。世界と力と栄光は永遠にあなたのものだからです。アメン。皆さんおはようございます。一緒に今日も礼拝できることを感謝したいと思います。一言になります。天の父なる神様、あなたご自身を求めて、お一人お一人が集まりました。どうぞ、一人一人の思いの中に、あなたが新たな思いを植え付けてくださって、新しい週間、主と共に勝利者として、この場所から出発することができるように、神様助けてください。小さなものが主を、言葉取り継ぎますけど、主をどうぞ、あなたの十字架の陰に隠し、また、あなたの霊で語らせてください。お一人お一人に届けてくださいますように。心から期待し感謝し、イエス様の名でお祈りいたします。アメン。先週はですね、ちょっとお休みをさせていただきました。直前まで、礼拝をしたいと思って準備をしておりましたけれど、今日はやっぱりダメだなっていうことでですね、高熱というか、風邪で礼拝を休んだのは初めてだったんですけれど、おそらく正解だったと思います。それで、例えば、風邪がね、来られた方々に移ってしまってもいけませんでしたし、でも最近のマスクっていうのはね、ありがたいもんですね。うちの息子は、今週、高校のね、推薦入試がありますし、もし、私のような風邪が、移ってしまったらね、とてもじゃないけれど、もういけないと思いますので、誰も、移らなくてですね、よかったというふうに思います。こういうマスクがね、菌を守ったり、菌を飛ばさないっていうね、単純なものだと思うんですけれど、そういう、効果があるってことを考えるときにね、霊的な世界でもね、マスクがあるんじゃないかな。こういう言葉があります。ダビデがこう言いました。私の前に主を置いた。人間関係の間に主を置くということでね、その人からの、悪い影響を、主が除去してください。そして同時に私から行く悪い影響がもしあるとしたらね、それを主は除去してください。ダビデは主を私の前にいつも置いたっていうんですね。私たちもそんな、霊的マスクじゃないですけどね、人間関係、人と人との間に、主を置く。よく人間関係がうまくいかないとかね、傷ついたとか、あります。相談を受けますし、また私もそうです。でも、そのように聖書から、学べることがある。クリスチャン生活、例えば10年、20年、信仰の先輩たちを見てね、なんとなく、もうちょっとこうしたらいいのかな。信仰に入りたての人はね、
意外とね、そういうふうな、先輩たちの穴に目が行くことがあるということを、ね、経験してきました。もうちょっと勇ましくね、伝道してやったらいいんじゃないか。しかしね、10年、20年、30年信仰を守ってきてるっていうのは、それなりのね、やっぱり蓄積があるんですね。信仰をやめたいと思ったことがある、あるいは、信仰の家に迫害されたことがある、あるいは自分自身が倒れそうになったこともある。それら全てを信仰によって立ち直り、また立ち上がり、歩んできた、まあ、その集大成なわけですね。ですから、まあ、信仰という先輩たちというのはね、やっぱりそれなりのものがあると思うし、また私たちもね、いろんなことがこれからも、でも信仰を捨てないで信仰を守っていきたい、そういうふうに思うんですね。で、まあ、牧師もいろいろなところを通ってきました。当初はね、もうエモーショナルなね、もうとにかく感情を燃やすような説教ばっかりしてきました。まあ、しかしね、最近では聖書を一つ一つこう丁寧に勉強する。まあ、そうするとね、なんかちょっとこう燃えないとか眠いなとかね、だから、もうちょっとね、進行バランスも必要なのかなとかね、まあ、そういう風にしてね、あの牧師もね、あのそれなりに学んでくるっていうかね、左行って右行って中間行って、やっぱバランスじゃなくて、やっぱり神様の導きが大切なんだよなとかね、まあ、それぞれ私たちは人生において成長し続けている。昨日の私と今日の私は違うんですね。そして明日の私も違う。日々成長していく、イエス様の姿に近づけられていく、今週もね、そんな成長し続けられる、日々であったら幸いだなというふうに思います。さて、今日のメッセージはですね、イエス様の交渉前の総括。ヨハネの福音書はずっと時間順に、聖書を書いてあるんじゃなくて編集されてるんですね。例えばイエス様の印を7つに分類して代表して、紹介して、前半においてね、イエス様の説教と印が書かれたと思ったらね、今度はこの12章に入るとイエス様の働きを総括してるんですね。まあ、今日はそういう意味でイエス様の交渉前の総括という題になりますけれど、少し、この箇所を通して今までのイエス様の歩みを振り返ってみたいと、そういうふうに思います。時はすでにイエス様が十字架にかかろうとしている、まあ、そのような時ですね。イエス様を殺そうとしている。しかしイエス様はそのユダヤ人指導者たちを横目に小さなロバに乗ってエルサレムに入場する。まあ、そのコントラストがいいですね。人々は先だっていうのに、イエス様は悠々とね、王として、エルサレムに入場する。王様として入場したその翌日、ギリシャ人たちがイエス様に面会を求めてきたっていう記事になるんですね。異邦人がイエス様に会いたい。これは、特別なことでした。で、そこでイエス様は一粒の麦の話をされた、ですね。今日の箇所は2章から11章で行われた、まあ、先ほど言ったイエス様の7つの印と説教を総括してお話しし、総括と同時にね、その説教や印にユダヤ人たちはどのように応答したのか、まあ、大きく言ってこの2つのポイントでお話をしたいなというふうに思っております。じゃあまず聖書を開きたいと思います。ヨハネの福音書12章37から50、今日の箇所ですね。聖書を読んでから、本題に本論に入っていきたいと思います。12章37から50、よかったら一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。はい。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。
それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかと言った預言者イザヤの言葉が成就するためである。彼らが信じることができなかったのはイザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を頑なにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。イザヤがこう言ったのはイザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。しかしそれにもかかわらず地上者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためである。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。またイエスは大声で言われた。私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来たからです。私を拒み私の言うことを受け入れない者にはその人を裁く者があります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話したことは父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。そんな長くないんですけれど、ちょっと中身のある場所です。ちょっと噛み砕いて、共に見ていきたいと思いますが、まず前半の37から43、なぜユダヤ人たちは不信仰だったのかということをまず見てみたいと思います。37、イエスが彼らの目の前にこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。イエス様は自らがキリストであるってことを示す奇跡をたくさん行った。それを見たんです彼らは。しかし信じなかった。かたくなまでに拒み、拒んだだけじゃなくてその不信仰をずっと継続したんですね。実際この現場にいたとしたらね、信じることの方が簡単です。自然だったと思いますね。理屈に合いません、不信仰は。しかしヨハネは初めからこのように書いてあったんですね。1章11節、ヨハネ1章11節にヨハネは最初からこう言ってました。この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。この方はイエス様ですね。イエス様はご自分の民を救いに来たのにその民は受け入れなかった。続いてヨハネは 12-38 でこう言いました。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の身腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。ユダヤ人たちが信じなかった不信仰っていうのはね、そのイエス様が来る650年以上前から預言者イザヤによって預言されていた。彼らは信じない、そしてその通りになったって言うんですね。でイザヤ53の一節にはこう書いてあります。疑問形でね、私たちの聞いたことを誰が信じたか、誰が信じたか、疑問、誰が信じましたか。その答えは信じた人はわずかだった。
あ、これが一つ目の疑問ですね。一つ目の言葉です。二つ目、主の御腕は誰に現れたのか。主の御腕はですね、あらゆる人たちに、信じない人にも表されましたけれど、でもその人たちは信じなかったので、ごくわずかだった。三つ目、彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなりされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すこと、癒すということがないためである。主が盲目にされた、主が閉ざされた、固くなりされたですね。でこのユダヤ人たちが心を固くなりしたのは、イザヤの予言の成就だったというんですね。イザヤ6章9節、すると仰せられた、言ってこのために言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、このための心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることがないために。神はこう言ったんですね。聞いても悟るな、見ても知るな。皆さん、これはですね、実際は不信仰を続けたユダヤ人に対する裁きだったんです。不信仰をやめなかったから、神は心を固くなりし、そのように信じられないようにした。これが神の裁きである。彼らはですね、理屈では認めてるんですね。例えば、例えばですね、イザヤ書53章ってところありますね。イエス・キリストが苦しみに遭われた、そして罵られて蔑まれた、十字架のことが書いてあります。でこれイザヤ書53章じゃないですよ、何も言わないでね、読ませるんですね、イザヤ人に。なにこれ、新約聖書じゃない、私たちを騙さないでくださいよ。でその後言うんですね、いやこれはあなた方の聖書、イザヤ書53章。驚くんですね。つまりですね、自分たちの聖書と新約聖書が同じ書であると理屈では認めている。でも固くならんですね。イエス様を信じなさいと言うとね、固くなりになるんですね。キリスト教だ、新約聖書だという途端に心開いたんですね。それを隠して読ませるとね、彼らはそうだってわからないんですけど、まあ、そういうことが、ね、今起こっているんですね。ヨハネ12章41節にこう書いてあるんです。イザヤがこう言った、いや、イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのであるとこうヨハネが言っています。イザヤ書6章には、イザヤが神の栄光を見たという記事が出てくるんですね。神の栄光を見た。しかし、神の栄光というのは実はイエスご自身を見てるんですよ、6章で。だからイエス様は紛れもなく神である、その神をユダヤ人たちは信じなかったということをね、ヨハネは言ってるんですね。まあ、信じない人たちがいたと思ったら、もう一つ信じた人たちもいたっていうんですね。12章40節、しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちにはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。信じた人たちというのは、まあ、サンヘドリン、ユダヤの国会、一員制の国会議員たち、あるいは役人、指導者たち、こういう高級な人たちが
イエス様を信じた。しかし私はイエス様を信じたっていうとね、追放されることが決まってたんでね、追放されるのは嫌だ、だから信じたけど口では黙っていた、隠れキリシタンが多かったっていうんですね。しかしそれを隠れキリシタンと言ったんではなくて、ヨハネはこう言いました。12章43です。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したからである。彼らは迫害されても神から褒められることよりも人からどう評価されるか、それを気にした、まあ、そういう人たちがいたっていうんですね。まあしょうがない状態です。今の日本でもね、そういう人たちがね多いかもしれません。つまり人からの評価を気にして自分がクリスチャンだってことをね、伏せてしまって、まあ、そういう人たちがいます。2番目、今日の後半ですね、44から50、イエスのこれまでの説教を要約します。44節見ると、イエスは大声で言われたんですね。でこの言葉の中にね、全ての人に聞いてもらいたいっていうイエス様の情熱が感じられます。だから大声で言ったんだ。でもここで語ったんじゃないんですね。今まで語ってきた説教を全部まとめて、ヨハネは5つにまとめて、これから、話をしてね、締めくくろうとしてるんですね。イエス様の説教を5つにまとめた。1つ目44節、イエスを信じることは父なる神を信じることである。イコールだ、イエス様を信じたら神を信じたことになる。2つ目、イエスを見た者は父なる神を見たのである。まあ、似てますけどね、イエス様を目で見たことのない神を、このイエスを見たら見たことになる。人々は見てますから今イエス様をね。3番目、イエス様は光として来られました。光として来た、そういうふうに言いました。4番目、イエス様は裁くためではなくて救うために来た。そして、ね、イエスを拒否するなら、イエスの語った言葉によって裁かれる。という、この5つですね。ちょっとそれを細かく見てみます。1つ目、イエスを信じることは父なる神を信じることだ。44節、私を信じる者は私ではなく、私を使わした方を信じるのです。まあ、イエス様は、全権大使として、父なる神を代表して来られました。私を受け入れるなら、信じるなら、父なる神を使わした方を信じることになる。それはですね、父と私は一体だ、一つだ、っていうんですね。これは驚くべきメッセージですね。だからユダヤ人たちは矛盾してるんですよ。私は神は信じるけどイエスは信じない、父と私は一つだって言ってるのにね、彼らは神は信じるけどイエスを信じない、矛盾していました。つまりイエス様を否定するってことはね、父なる神を、それを派遣した父なる神を否定することになるからですね。これが一つ目の説教でした。2つ目、イエスを見た者は父なる神を見た。45節、また私を見る者は私を使わした方を見るのです。神様はこう言います。神は霊ですよ、スピリットですよ、つまり目に見えませんよ。ヨハネもこう言っています。いまだかつて神を見た者はない。皆さん、私たちを含めてね、神を見た人はいません。しかし父の懐におられる一人子が神を解き明かされた。父の一人子の懐にいるお方、それはイエス様だ。イエス様が父なる神を解き明かされた、見せてくれた。つまりイエス様を見たら
神を見たんだ。そういうふうにね、イエス様は語ったし、ヨハネはイエス様の説教を総括しました。皆さん、今もそうです。私たちはイエス様を見、聖書を通してイエス様を信じるなら、見るなら、父なる神を見、父なる神を信じたことになる。皆さん、私たちこの説教を受け取りたいですね。3つ目、イエス様は光としてきた。光としてきた。46節。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることがないためです。イエス様はこの世を照らす光だ。光ってことは、ね、闇があるってことなんですね。すでに闇がある。そこに光として来て、そしてその闇から私たちを解放する。闇にパッと電気をつけると闇が消えてしまうようにね、イエス様が来たら闇がなくなる。そして私たちが今どんなところにいたのかっていうのが分かる。悪魔に捕まっていた、罪の中にいた、汚れた中にいた。イエス様は私たちを照らす、そして私たちを解放する。皆さん、素晴らしいですね。今日私たちを照らしていただきましょう。イエス様の光が私たちの隅々まで照らすように、イエス様を受け入れていきたいものです。イエス様はコロサイ1章13節でこう書いてあります。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してください。今日、暗闇の力から、圧政から解放されるように祝福します。第4番目、4つ目の説教です。イエス様は、裁くために来たんではなく、救うために来たんだ。まあ、これがね、初輪の目的です。イエス様は2回来ます。1回目はクリスマス。2回目は再臨です。でこの1回目の時は、イエス様は裁くためではなくて、ね、救うために来られた。信じなくたって裁かないよ。イエス様は裁かない。救うために来た。そう言われます。しかし、もう一度来られるんですね。それを再臨と言います。英語ではセカンドカミング。その時には、信じないものを裁かれる。お方として来られるんだ。だから救いは今なんですね。時があるわけじゃないんです。裁きの時は来るんです。ヨハネの黙示録21章にこう書いてあります。臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、全て偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄と燃える池の中である。これが第二の死である。第二番目に来るイエス様、信じないものは裁く、はっきり添えられています。しかしイエス様は、私は裁かないよ、今の時点では裁かないよ、私のもとに来なさい、いられます。最後5番目、イエス様を拒否するならイエス様の言葉によって裁かれるんだということをありました。ちょっと長いんでね、読みませんけれど、イエス様を拒否するなら、イエスの語った言葉によって裁かれる。つまりイエス様がもう一度来る時には人々を裁くというんですけど、再臨の時はそれはイエスの言葉によって裁かれる。じゃあイエスの言葉はどんな言葉か、イエス様が言いたいことを勝手に言ったのか。まあ、トランプ大統領はね、言いたいことをどんどんツイッターでも、自由にね、発言されますけどね。イエス様は、父なる神が命令したことだけを語ったんです。だからイエス様が自分が言いたいことをね、言ってるんじゃないんですね。イエスの言葉っていうのは。イエスの言葉っていうのは、信じる者は、救われる、永遠の命を得る、信じない者は滅びる。
それを選びなさい、言葉なんですね。誰でも信じるならその人は滅ぼされないんです。ヨハネ3章16節、神は実にその一人をくださったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今のこの5つがイエス様の語った説教を要約したんですね。1つ目は、私を信じる者は神を信じる。2つ目は、私を見たなら神を見た。3番目、イエスは光だ。4番目、私は裁くためではなく救うために来た。5番目、私を拒否するなら私の言葉によって裁かれる。これがイエス様の5つの要約でした。結論を話します。もうすでに皆さんにお話してますけど、まず結論の一つとして、7つの印っていうのはね、ヨハネの福音書に語られています。イエス様がキリストであることを示す7つの印、もう皆さんご存知ですね。1つ目は、衣装のカナの分で水をブドウ酒に変える。水をブドウ酒に変える、これは私がキリストだってことを示す奇跡なんだ。ユダヤ教をキリスト教に変える。二つ目、役人の息子を癒された。遠くにいたんですけどね、イエス様が語ったと同時に同じ時刻に遠くにいるその息子を癒された。三番目、38年の病気の人が癒された。当時の人の寿命は40歳ですからね、人生の大半を病気で過ごした。その人の病を癒された、これはすごい奇跡だったんですね。ベテスダの池での癒しです。4番目は、5000人に給食を与えるっていうね、5つの産と2匹の魚の奇跡。5番目はガリラヤ湖を歩く、ガリラヤ湖上を歩行する、ペテロが歩きましたね。でも疑った瞬間沈みました。信じた時は歩けたんだけど、疑った瞬間沈んだ。6番目、生まれつき盲人の癒し、ヨハネ9章、これも有名なことです。そして7つ目はラザロの復活です。この7つを示して、イエスはキリストだ。ユダヤ人たちはそれを見ました、聞きました。そして私たちにもその奇跡を今日語っているんですね。2つ目の結論として、イエス様を信じなかった人たちということを申し上げています。12の37、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。奇跡が行われたのに信じなかった。ユダヤ人たちは印を要求するって言われています。印を見せてくれ、そうしたら信じる、私が分かるように見せてみろ、そうしたら信じてやろう。見せられたのに信じなかった。しかしこれはですね、彼らが不信仰の態度を続けた結果なんですね。プライドもあったと思います。不信仰の態度を続けたので、心はだんだん固くなっていきました。そして固くなって、だん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 信じられなくなり、そしてだんだん盲目になり、だんだん信じることがもっと難しくなり、ついには信じられなくなった。途中でね、信じるチャンスはあったんです。不信仰を切るチャンスがあったのに、彼らはその態度を改めなかった。皆さん、私たちもね、そういうことがあるかもしれません。信じないということの習慣にならないように、信じるチャンスがあったらね、今日信じたいわけですね。改めてあなたを信じます。悪習慣でもそうです。続けているとそれがやめられなくなってしまうことがある、まあ、その結果信じられなくなったわけですね。結論の3つ目、イエスを信じた人たち、
これを見て今日は終わりにしたいと思います。まず一つ目、しかしにもかかわらず指導者たちの中にイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白しなかった。廃道から追放されないためだった。彼らは告白しなかった。でも救われていたんだろうかという、ね、疑問があります。で彼らはね、それ彼らは救われてなかったんじゃないかっていう人はローマ10章10節を引用するんですね。人は心に信じて認められ口で告白して救われるのです。彼らは告白してない、だから救われてないんじゃないか。しかしね、多くの人はいやいやいや、告白していなくても救われてるよ、信じたなら救われてるんじゃないか、まあそういうふうにね言ってるんですね。なぜならば救いは信仰と恵みによって与えられるから。誰も誇りとできるものじゃない。告白した人は偉い、告白できなかった人はダメだ、そういうものではない。じゃあ結論は何か。結論は神のみぞ知るですね。誰が信じてるか信じてないかは分かりません。ローマ10章6節、信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るんだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。皆さん、これは何かというとね、あの人は地獄行ったとか天国行ったって言っちゃいけない、神のみぞ知ることだということです。しかしですね、大切なことがあります。信じたならば行いがついてくるって言うんですね。アブラハムは信じた、それを神の義と認めたって言うんですね。つまり信じたイコールイサクを捧げたんですよ。私は信じてます、でも行動はついてきませんっていうのはね、それは違うんだっていうんですね。信じたなら必ず行動に出てくるんだ。ヤコブはそれを言ってますね。私たち信仰が行動になってるか、それを見てみたいと思う、自分が吟味してみたいと思うんですね。他人のことではない、自分自身を吟味すること、これが聖書が問うていることです。信じているなら行動に出る、行動になってなかったら信じてないかもしれないということをね、吟味したいと思いますね。2つ目、12の42から、ただパリサイ人たちをはばかって告白しなかった。街道から追放されないためだった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛した。神からの栄誉よりも人の栄誉を愛した。これは痛い言葉ですね。人からどう見られるか、他人からどう評価されるか。だからしかしですね、それを気にすると恐れの原因になります。人からどう評価されるかを気にしすぎると恐れの原因になる。そして人を恐れると罠にかかる。しかし神を信頼するなら守られるっていうですね。どうぞ私たち人の顔色を伺う、そんな人生ではなく神を信頼して神から喜ばれる人生を選んでいきたいと思うんですね。ここに二人の勇敢な人がいました。一人はアリマタヤのヨセフ、一人はニコデモ。この二人はユダヤの国会議員であり、最高の栄誉を得ました。しかし彼らは人からの栄誉ではなく神からの栄誉を求めて、はっきりとイエスを信じるということで告白して、そして聖書に名が残りました。イエス様はこう言われます。私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っている方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。人からどう思われるか、人からどう評価されるか、それを恐れない。それよりも
神からどう思われるか、どう評価されるか。この世の評価は一時的です。しかし神からの評価は永遠に続きます。賢い私たちはですね、良い決断をしていけると思います。イエス様を信じます。そしてイエス様から評価される生き方をしたいです。良い決断ができますように、そこで祈ります。天のお父様、ありがとうございます。イエス様の交渉面の総括として今日学びました。イエス様の説教、そしてユダヤ人たちがどう反応したか、そして最後私たちはこれに対してどう応答するのか、イエス様は今日このことを迫っておられると信じます。お一人お一人が良い決断ができますように、応答ができますように、イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。では皆さん、お祈りの時を持ちたいと思います。ありがとうございます。お一人お一人みんな違う人生を歩いています。それぞれの場所から救われました。一人一人みんな素晴らしさもある。でも弱さもある。聖書の人物もそうでした。しかしその中で神が喜んでください。神に評価していただく、その最大の生き方はイエスを信じることです。天のお父様、どうぞ改めてイエス様を信じ、願わくはそのイエス様を信じていることを生き方で表し、人々にも伝えていけるように、主よ、からどうぞ私たちの人生をお導きくださいますようお願いいたします。あなたの愛で愛し合い、あなたの愛で支え合い、祈り合い、この1週間も歩んでいきたいと思います。主よ、どうぞお一人お一人をお守りください。お一人お一人を祝福してください。お一人お一人を支えてください。新しい1週間、素晴らしい主の祝福、私たちの願いが主の栄光が表されていくように、主どうぞ私たち一人一人を祝福してお申し上げくださいますように、心から感謝申し上げます。イエス様、あなたに信頼いたします。あなたをお会いします。主イエスキリストの御名前に感謝して感謝してお願いいたします。天のお父様、どうぞお一人お一人をその信仰がますます深められていきますように、良き決断ができたことを感謝し、また語り物いたしますし、どうぞこの度にもお受け止めください。イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。じゃあ皆さん立ち上がってよかったら一緒に賛美しましょう。そして語り物を準備して語り物を持っていきたいと思います。Yeah.
父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。今は御主の慈しみと十字架の大苦しみを深く覚えさせてください。今このパンと葡萄酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、
互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをよりお尽くし、主に福音の証に生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名により感謝してお祈りをいたします。アメン。私たちの主イエスキリストは十字架にかけられる前夜、パンを取り感謝してこれを先こう言われました。持って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って共にキリストを心で味わっていきたいと思います。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を思い出さい。これを飲むたびに私を思い出さい。これを飲むたびに私を思い出さい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。星の素晴らしい方、できないことがないし、主の言葉すべてを成す星の素晴らしい方、主の真理がすべてを奇跡は今も起こります。癒しを成し、心を清め、主の素晴らしい方、奇跡は今も起こります。奇跡は今も起こります。お祈りをしたいと思います。痛みがありましたらその場所に手を置いてください。問題がありましたら胸に手を置いてください。天の父なる神様、御子イエス様は確かにこの地上に来られました。あなたは世界を作られた創造者であられ、また私たちの救い主、癒し主、来たるべき王の王です。王の王であるイエス様、あなたは救いを完成しました。すべてを支払ったと言われました。病のための代価、罪の許しの代価、悪魔からの解放の代価、また呪いからの解放の代価、死からの解放の代価、すべてあなたは支払い済みです。ですからいただきます。十字架を通してあなたがいただいたもの、あなたからあなたが成し遂げてくださったもの、すべて受け取れるよう、今癒しの名によって悪魔悪霊が私たちを脅かし騙そうとしても
もはや私たちはそれに騙されません。イエスの皆で命じる。巨大姉妹の思いの中から、人生の中から出て行け。聖霊様、あなたが私たちを満たしてください。そして私たちをあなたと一つにさせてください。枝と幹の関係、一体としてこれから歩んでいけますように。なイエス様、働きくださいますように。聖霊であふれさせてくださいますように。祝福してください。おー、主イエス様ありがとうございます。主イエス様ありがとうございます。主の力が満ち溢れるようにお願いいたします。主の力が満ち溢れるようにお願いいたします。イエス様の愛が満ち溢れるようにお願いいたします。喜びが満ち溢れますように、平安が満ち溢れますように、命で溢れますように。主イエス様どうぞお願いください。祝福してください。お一人お一人を導いてください。支えてください。人生が虚しくならないように、またあなたから離れてしまうことがないように、主よ、あなたからいただいたその豊かさ、その喜びを味わい届けていくことができる。どうぞこの一週間もお導きくださいとお願いいたします。イエス様が生きておられることを心から感謝します。あなたに信頼します。どこまでもついていきます。そして私たちの人生をそれであなたにお委ねいたします。イエスキリストの皆で感謝してお委ねいたします。アメン。誰よりもあなたを愛してる、あなたを誰よりもあなたを心地よく
一度立ち上がるためあなたの主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、集いましたお一人お一人とともに、そのご家族、親族一同の上に、インターネットで礼拝をされた方々とともに、今もの地も、よい限りなく、あらんことを。アメン。アメン。